宮部先生に、規制等をお願いいたします。よろしくお願いします。もともと20分ぐらい、時間が最低ありましたけれども、手頃に、すみません、韓国外大の文田部と申します。今日先生の、貴重な資料とご発表、本当にありがとうございました。私はこの分野については門外漢ではありますが、自分なりのまとめをこうして皆さんの理解を助けたいと思いまして、自分の討論本を文章で、示しましたので、それを参考にしながら話を聞いていただきたいと思います。先生の今日の発表は、表題に記されているように貴賤と貴賤、つまり韓国の伝統的な歌舞音曲に精通した芸能女性としての貴賤、それから貴賤観光に対応されるような性売買女性としての貴賤との違いを話の糸口として、おられまして、大変斬新な着目であると思われました。さらに具体的な記録と資料に基づきながら、私個人にとってはかなり衝撃的な事実についても明らかにしてくださって、私たちにとっては大変ありがたい発表で、あったと思われました。先生は論の出だしのところで、キマクスンさんの証言、平壌の貴賤専門学校におられて芸能を身につけたという内容が熱唱されて、貴賤から貴賤へと変質してしまったことを批判されます。それから1974年代に流行った売春ツアーの貴賤観光が、日本社会に貴賤イコール売春婦という誤った認識を植え付ける一因であったことを述べられています。そこから日本社会における貴賤への誤解と偏見が歴史的にどのように形成され、また政治的に利用されてきたかを明らかにしてくださいました。その方法として大きく日本と韓国の2つの場合に分けて、まず日本の吉原遊郭と交渉制の展開について、述べられた後、日本のそれが朝鮮に上陸して性売買文化への与えた影響や、日清日露戦争と結びつけた状況の進展について具体的な根拠を示しながら詳しく説明してくださいました。日本では江戸時代の吉原遊郭で代表される遊郭営業から明治時代に入り、芸商記開放令と貸茶式制度を経て、国家利益の観点から性管理を図る国家権力と遊郭営業者との共犯関係が、形成されます。ここに近代交渉制への幕が開かれましたが、交渉制における国家関与を隠蔽するために、交渉制を各地方長官の管理の下に、置いたこと、1900年に制定した将棋制、将棋取締り規則が売春を女性の責任にのみ帰する近代的イデオロギーの基礎となってしまったこと、遊郭での性売買を江戸時代の遊興文化としての側面を強調することで、軍事主義との結びつきや国家的責任が見えないようにしていたこと、将棋取締り規則の制定にもかかわらず、軍隊には遊郭が不可欠だという認識を国家が持っていたために、例外的な遊郭設置を許していたことなどを明らかに、しました。
これらのご意見も大変興味深い話でしたが、私個人的により関心が引かれたところは、日本の性売買文化が朝鮮に上陸してから与えた影響であります。まず吉原遊郭が朝鮮侵略の初期から朝鮮と関わっていましたが、その大遊郭が中米楼であると言われます。中米楼は日本国内での営業不振を打開するため、釜山に進出したものであります。さらに、日本外務省文書を根拠として、朝鮮にだけ性売買業を許可した日本外務省、まあ、日本国と言ってもいいと思います。の目論み、つまり、関東への進出を要請する貢献力の意図、これを先生は見抜いた上で、中米楼は民間業者ではなく、雇用業者としての一員にあったと指摘したのは、大変鋭い発見であったと思いました。1890年を前後にして、芸商儀から芸儀になっていきますが、この用語は欧米列強に対する国家的対面を試すための偽装の面もあったでしょうが、実際は仮想女性を騙すことにより効力を発揮したものでありましょう。その後、日露戦争の前には日本人業者が朝鮮女性を性売買市場で公然と雇用することも現れましたが、日露戦争後、日本人雇用の歓喜はさらに増えていきます。戦争を機にして、遊郭業者以外に軍や警察出身者の遊郭経営も現れ、また戦争の後、浄化した朝鮮人売春婦の性管理も課題として浮かび上がります。朝鮮人自らの性管理のため、1908年に貴賤男俗令、庄儀男俗令などが作られますが、その狙いは性病検査を身につけることでありました。しかし、その実行においては、売春とは関係ない、現役でも売春することを前提としておりまして、貴賤の庄儀化が進められてしまいます。これは貴賤に対する社会的な認識を屈折させ、貴賤は植民地の性的特質を表彰する存在とされたことをおっしゃいました。以上の発表内容で先生は日本軍慰安婦の問題を直接取り上げてはおられませんでしたが、日韓両国における慰安婦以前の現象犠牲の展開を論証されたことによって、その中に潜んでいる意識が日本軍慰安婦とどのような関わりを持ち、またどのような影響を与えていたかなど、日本軍慰安婦問題を解くための重要な手がかりを提供してくださったと思います。私も以前の発表で、過去日本の戦場において女性たちが性的搾取の対象とされてきた歴史的事実が、広大の日本軍慰安婦問題と無関係ではないように思われたということを述べたことがありますが、根源においては先生の本発表と一脈通じるところがあるように思われて、多大な学問を被ったことに感謝しております。一つ感想を兼ねた質問としては、日本の現象犠牲によって形成された意識が韓国の貴賤を見る視線を歪め、それが韓国人日本軍慰安婦の背後に散らしているように思われましたが、いかがでしょうか。また発表の終わりのところで、貴賤の評議家に反発して
起草貴賤たちが立ち上がったとされていますが、サザン貴賤は貴賤の将棋家などとは関係なしに、純粋な国の独立のための独立運動に身を投じたのではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。以上の点について先生のご意見をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ぜひ時間を十分与えられなくて申し訳ないんですけれども5分ぐらいでまとめていただいて、あとは総合討論の方に参加したいと思います。最初の、漢字の貴賤から赤柄の貴賤に至るまでっていうのは、実は切り離しているんじゃなくて、やっぱりずっとつながってる。だから芸能の個人、その、あの地域の文化的な誇りを伝承する存在を、その性的な対象として見るたいという欲望が完結したのが貴賤田圃だと思います。だから歴史を切り離すんじゃなくて、その植民地主義を継続したものとして見ることによって初めて見ると思いますし、それから私自身が貴賤田圃に行ったような男性を昔金浦空港でたくさん見ました。その時の憤りもあるんですけれども、でその日本社会はその当時農業協同組合とかね。樋口薬局とか安く売ってる薬局なんかのお客さんに対する、ポイントじゃないですけど、貴賤田圃を商品としてつけてたところもいっぱいありました。ですからそれを体験した人の体験からいろんなものが見てる人がたくさんあると思います。根は深い。それから思想貴賤ですけど、もちろんその自分たちがその日本によって支配される独立されている状況に憤りを感じて独立しなければならないと思ったこともあります。だけどむしろそういう女性たちが一番その日本が朝鮮を植民地支配することによる、屈辱感も自由感覚として味わっていたと思うんですね。だからもちろん彼女たちの持っている思想もありますが、例えば規則が変わるだとか自分たちの誇りを、踏みにじるだとか、そういうことでかなり強い反日意識を持てたと思います。だからその思想の面だけじゃなくて、こういうねセクシャリティの面からも三一運動に立ち上がった貴賤たちを、光を当てるとね、もっと立体的な研究ができるんじゃないかと私は思います。ありがとうございます。大変、興味深く面白いお話でしたと思います。ちょうど今時間になりましたので、これは皆さんのご質問は本当申し訳ないんですけれども、後の総合討論の方に後から回したいと思いますね。これ勘弁いただきたいと思います。じゃあ、そうしますとですね、これから、約、50分ぐらい昼食の時間を挟みまして、午後1時からまた再開続行したいと思いますね。昼食はこちらでお弁当を準備しておりますので、それをお取りいただければと思います。じゃあそれでは、1時に続行させていただきます。ありがとうございました。